さてセントロータスと同盟を結んで物資は十分、戦いの準備は整ったな。行くか南へ。オート、ソルアルベリア進行。今の俺たちなら必ずデシアを奪還できる。いや、ランザーブ、俺たちが向かうべきは南じゃなくて北だ。これより北方へ遠征する。ああ、北方だ。ゼシアがいる方向と逆じゃねえか。なんでそんな方に行くの？それじゃあいつまでもゼシアが。確かに今南へ向かえばゼシアは取り返せるかもしれない。でも帝国に虐げられている多くの民までは救えない。俺たちにはもっと力が必要なんだ。力？でも北には何があるんです？北には二つの大きな都市がある。第一王子レオニード兄さんが治める火炎都市バルカヘイム、そして第三位王女シェス姉さんが治める絢爛都市シャンゼリア。どちらもまだ帝国への姿勢を明らかにしていない。俺は二人と会ってみようと思う。対帝国で一致すれば強力な同盟相手になる。帝国を倒して民たちを解放するには兄さんや姉さんに会うのが一番の早道だ。なるほど、他の王子や王女の領土か。兄弟同士協力できるなら心強いぜ。で、まずはどっちに行くの、ダーリン？まずは火炎都市バルカヘイムのレオニード兄さんのところに行こうと思う。バルカヘイムは他の都市の何倍もの軍隊を持ってる。もし味方になってくれれば。殿下、殿下、ご報告が。北方の都市で大事態が起きました。火炎都市バルカヘイムで大きな争いが発生、多くの人々が町を追われているそうです。なんだって、レオニード兄さんの町で。そんな。中でも町中央のイリア大聖堂は謎の凶作に襲われ、犠牲も大きく、そこの使者から救援依頼が来ました。辺境のグレンの廃洞に逃げ込んだ、助けてほしいと。グレンの廃洞？昔使われていた坑道の石です。以前は人も行き来していましたが、今はすっかり溶岩に飲まれて誰も近づかない場所だとか。エルフィルス、もう少し詳しく聞かせてくれ。みんなは出発の準備を。はい。一路北へ、火炎都市バルカヘイムを目指し俺たちは旅に出た。信者たちを襲った謎の凶族とは。レオニード兄さんの支配する町で何が起こったんだろう。まずはグレンの廃洞に逃げ込んだ信者を助けよう。そしてレオニード兄さんに会いに行かなければ。ここがグレンの廃洞か。想像以上に過酷な。しかしこの先にいるイリアの信者はもっと辛い思いを。殿下、急いでください。ああ、まさかこんなひどい場所に追い込まれてるなんて。エルフィルス、その謎の凶族は今も信者たちを狙っているのか。書簡によるとそのようです。罪もない人々を次々と死がに。火炎都市バルカヘイム、兄弟の中でも一番強いレオニード兄さんが統治する町。以前なら
どんな相談もすぐに鎮圧できたはずだ。なのにどうして凶賊なんかが。一般の信者を狙ったのだとしたらまさに異常ですね。無差別に襲うなんて。だよね。イリア教会は困ってる人をたくさん助けてるいい教会なのに。信者殺しの凶賊、一体どこの誰なんだろう。どうした、エルフィリス。いや、何でもありません。たとえ何者であれ、早く止めないと大変なことに。それで俺たちはこの中のどこを目指せばいいんだ。この廃道の半ばに打ち捨てられた古い教会がある。逃げ延びた者たちはそこに身を隠しているそうだ。そうか、なら手遅れになる前に助けねえとな。行こう、みんな。一刻も早く助け出してレオニード兄さんのところへ。あれ、そういえば誰か足りないような。そうだ、ムムは。ムムならちゃんといるよ。ほら、あ、そっか。いいわいいわ、この溶岩の雨久しぶりだわ。待っててね、デアリー。熱いシャワーを浴びたらすぐ行くから。なるほど、火のマナの補給か。この熱も火竜にとっちゃごちそうなんだな。はぐれたんじゃないならよかった。よし進もう。目指すはこの先の古い教会だ。待って、ダーリン、熱々の私を召し上がれ。うわ、本当に熱いって。ムム、服が燃えるよ。やれやれ、大変な状況でもムムはのんきですね。こんな調子で平気なんでしょうか。遊び気分でいると大やけどしそうな気が。ここが信者たちの避難している教会か。みんな無事か。私は聖騎士エルフィリス。救いを求める声に応じて助けに来た。エルフィリス様、あのエルフィリス様が本当に。やった、助かった。これでもう俺たちは助かった。本当にそう思うか。誰だ。エルフィリス、案内感謝する。おかげで逃亡者どもをたやすく見つけることができた。神罰必須、逃れることは決してできん。生きとし生けるもの、すべての目が俺の目。忘れるな、希望を呼び込めばその時お前たちは同時に絶望も呼び込んでいる。お前はシャノン。ではバルカヘイムの教会を襲ったのはやはり。この人、どっかで見たことあるような。あー、あの時の人だよ。最初にエルフィリスと会った時、森で。話を聞け、私は戦う気などない。黙れ、罪人のザレ言など誰が聞くか。そうか、あの時エルフィリスを狙っていた暗殺者。おい、どういうつもりだ。何の罪もねえ信者を襲うとは。何の罪もない。
まさかお前たちはこいつらがイリアの信者とでも思っているのか。よく聞くがいい。こいつらは神の教えを踏みにじった逆と、そしてお前らの仲間エルフィリスも聖騎士などではない。神を捨て教会を捨てた邪悪な破壊騎士だ。何？エルフィリスが聖騎士じゃないだって？どういうことだ？あんまりいい加減なことを言うとその下を射抜くぞ。いい加減なものか。聖騎士は教会で司教様や信者を守るのが務め。なのに責務を放り出し、お前たちと共にいることが何よりの証拠だろ。そして俺はイリア教会の執行者、まごうことなき神のしもべにしてその代行者。死ねエルフィリス。この刃こそイリアの最後の愛と思え。そうはさせない。貴様、俺の神速の一撃を止めただと？おのれリベリアスプリンス、神の裁きに立てつくならお前も共に。これだけの手だれを相手に真っ向勝負できると思ってやがんのか。ここはさすがに不利か。ならばお前たちは後で一人一人片付けてやる。まずは街道の奥にいる奴らから先に。消えた。くそ、あいつなんて身のこなしだ。ねえエルフィリス、さっきの神様を裏切ったっていう話、どうやら伏せていたことを話さねばならない時が来たようだな。みんな、聞いてくれ。イリア教会内の争いと、教会を分裂に追い込んだ、煉獄文書について。煉獄文書？魔人が女神イリアの子供？その発見された煉獄文書とかいう古文書にはんな話が書かれてたのか。女神と魔人が親子。それが事実なら教会が荒れるのも。無論事実ではない。あんなものは偽書だ。だが教会は真っ二つに割れてしまった。文書を信じる者と信じない者で、私の属していた教会では恥ずべきことに信じる者が大勢だった。だから私は教会を去った。そこをシャノンに狙われて。王子に救われたってわけか。なるほどな。よかった。じゃあやっぱりエルフィリスは邪悪騎士なんかじゃなく聖騎士なんだね。こんなことを言うのはなんだが、あの煉獄文書には無視できないところもあるのだ。時の大司教の印象が押されていた。だから多くの者が信じ、その余波は今も。そうか。その煉獄文書とバルカヘイムの騒乱は何か関係があるのか？わかりません。ですが、今まで平和だった教会にシャノンの魔種が伸びたのなら、何か起きたのかもしれません。教会の均衡を崩すような大きな何かが。そうか。そこはバルカヘイムに行ってみないとわからないか。ともかく、こうして信者たちとは合流できた。生き残った全員を連れて脱出を。いえ、それが、ここにいるのが全員ではないのです。実は、
さらに奥へと逃げ込んだ者が何人か。さらに奥へだ？なんだってわざわざそんな危険な方へ。それが何やら廃道の奥から湧き出た黒いもやのようなものに包まれて、ふらふらっと歩いていってしまったのです。まるで自分をなくしたかのように。黒いもや？これはなんか嫌な予感がしてきたわね、ダーリン。うむ？何か思い当たることでも？この古い行動、さっきからどうも空気がおかしいのよね。マグマに飲まれて捨てられたって言うけど、理由は本当にそれだけだったのかしら。ただの廃道ではないというのか。だとしたらこの奥に一体何が。ああ、どうした、リュカ。やばいぞ、おい。さっきあのシャノンとかいうやつ言ってたよな。まずは廃道の奥にいるやつらから先に行って、あいつはぐれた信者から仕留める気だ。だとしたらこうしてはいられない。みんな考えるのは後だ。まずは奥へ迷い込んだ信者たちを助けよう。ヘマこいて。なに、武器なら他にもあるさ。やろう、ランザーブナックル。鍛え抜いたこの体、なめんじゃねえ。殴り合いじゃと。オラオラオラ。すげえ、魔獣相手に素手で。とどめだけは斧じゃねえとな。おらよっと。ヒュー、大したもんだな、おっさん。常人離れしたその肉体、どうやってそこまで鍛え上げたんだ。傭兵として必死に生き残ろうとしただけさ。その結果いつの間にかな。生き残ってうまい飯にありつけりゃいい。強さの理由なんて案外単純なもんさ。へえ、俺にはそんなシビアな生き方できそうもないぜ。なあ、もっとお気楽に強くなれる方法ってないのか。お気楽ってわけじゃねえが、うまい飯以上に効くもんがただ一つある。俺はそのことをある町で思い知った。ある町って？そう、それを思い知らされた町こそ火炎都市バルカヘイムだ。あの町の奴らは。の一撃は、体は小さいのにとんでもなくおめえ。真剣な小競り合い、軽くもんでやるつもりだったが、こいつはてめえやるじゃねえか。どっかで剣術でも習ってんのか。そんな上等なもんじゃない。習う余裕なんてあるもんか。でもこんな俺でも毎日剣を振れば、いつか騎士団に。おいおい、バカ言うなよ。騎士団なんて選ばれたやつしか入れるわけねえだろ。お前みたいな町の三下がいくら決まったところで。そんなことはない。この町でならなれる。バルカヘイムでなら
だから俺はお前を倒す。こんなところで負けられないんだ。なんだこいつの目は。魔法にやられたわけでもないのに完全にいっちまってやがる。なんでこんなギラギラしてるんだ。一体何が奴をここまで。そして町を去るとき、俺はたまたま漁師の演説を聞き気づいた。あの三下がどうしてあんなに必死に戦ったのか、その理由に。聞け、バルカヘイムの民たちよ。俺が貴様らに夢を与えてやる。生まれの貴賤に一切とらわれない夢だ。己を鍛え、何者かになれ。何でもいい。武を磨け、知を高めろ、兵を知れ。平穏に甘んじるな。友と競い、どちらかが倒れるまで競い抜き、生き残った者を新たな友とせよ。何者かになれば何であれ取り立てよう。だが何者にもなれねば倒れるのみ。それこそがバルカヘイムのただ一つの掟。王族として俺が貴様らに与える夢だ。何でもいい、何者かにか。そう、あの町で俺は思い知った。人を一番強くするのは夢だ。しかもえげつねえほどギラギラしたな。死ぬ気で夢を追うやつの一撃はとてつもなく重く、どんな魔獣より恐ろしかったぜ。でもさ、夢ってのはそんなものじゃないだろ。もっと楽しい感じのさ。夢にもいろいろあんのさ。軽く掲げりゃそいつはバラ色でもな、自分の身を焼くほど熱く燃やす夢もある。そいつを捨て身で掴んだ奴は間違いなく強え。そんな奴らだけが勝ち残るあの町は生き地獄なのかもしれねえ。ただ奴らはそう感じちゃいないだろうな。人を強くすんのも正気をなくさせるのも夢なのさ。助けてくれ、助けて。お前たちを生かしておけば競技が揺らぐ。せめて苦しまぬよう、イリアの身元へ旅立たせてやろう。ふっ、やめろ。シャノン、エルフィリス。そこまでだ。他の信者たちも俺たちが全て救出した。影に隠れてなんぼの暗殺者。こんな見通しのいい場所で囲まれちゃ何にもできねえな。くっ、抜かった。これほどの速さで追ってくるとは。油断が死地を招いたか。さあ、おとなしく投降するんだ。少女失滅、楽園を取り戻せないなら、せめてここを死に場所と定めて。待て、死に急ぐな、シャノン。お前の死に場所はここではない。命を粗末にすることはこの俺が許さん。何？誰だ？この凄まじい殺気は。帝国軍？兵を率いているあの男は？我が支配下の廃道に踏み入るとは、とんだ知れ者がいたものよ。
豪華に飛び込むなんとやら。魂まで焼かれねば愚かさに気づかんか。あなたはレオニード兄さん。ほう、俺を兄と呼ぶ貴様は。俺は第七王子です。以前王都で何度か。知らんな。は？知らんってあんた実の兄弟を。ゴミの数ほどいる兄弟などいちいち覚えていられるか。頂点に立ち王位を継ぐのはただ一人。俺の他はうぞうむぞうよ。何ですかこの人。この傍若無人な物の言いようは。ん？待てよ。そういえば風の噂に聞いたな。今まで無名だった王子が王都より旅立ち、建国王以来の伏流契約者になり上がったとか。そうです、その王子が俺です。兄さん、バルカヘイムで大きな騒乱が起きたというのは本当ですか？今も罪なき者が迫害されています。もし兄さんの手に負えないなら俺たちも。騒乱？迫害？そんなことは起きていない。行われているのはただ粛清だ。俺の意にそぐわぬもののな。粛清？そうだ、魔人の力は忌むべきものではない。神とつながり、この世界に新たな摂理をもたらすもの。それを受け入れる者は粛清されねばなら。じゃあバルカヘイムで起きてる騒ぎはまさかお前自身が。時代は動いたのだ。アローラスが倒れ、太古の魔人の一人が新帝国を打ち立てた。ディアネル帝国は敵にあらず、ドラゴン神宝を超えた俺の求める時代を呼ぶ宣伝に過ぎん。帝国は敵にあらず。王子、残念ながらこの人は私たちの味方では。かといって信者一人一人を駆逐して回るほど俺も必要ではない。信者どもは不運だったな。まさか我が目的地このグレンの廃道に逃げ込むとは。目的地？やっぱりこの奥には何かあるわけね。一体何が？決まっている。俺が欲するものはただ一つ、魔人の力。すなわちここに眠るのはこの世ならざるもの、魔人の体の一つ。このグレンの廃道もまた封印洞窟なのだ。禁忌の力を必ずやこの手に。魔人の力目当てだと？てめえ本気で言ってやがるのか。本気だとも。俺は何者をも恐れぬ。神もドラゴンも、かつて世界を蹂躙せし者も、人のさらなる地平を切り開くためなら取り込み使いこなしてみせよう。もっとも発展に犠牲はつきもの。余波で何万人かの命は吹き飛ぶかもしれんがな。兄さん、なんてことを考えて。もしそれが本当なら。本当ならどうする。貴様の貧弱なドラゴンどもで俺の契約竜と戦うか。炎竜、百の王国を燃やし尽くした勇士最強のドラゴンと。炎竜？まさか
こいつの契約竜が。何か知っているのか、ユム。ええ、火竜の中でも私に匹敵する火力を誇る若いオス竜がいたわ。その名はマーズ。あの炎竜を従えてるんだとしたら。だったらそんな物騒なドラゴンを出される前に片付けてやろう。行くぞ。危ない、カッカ。てめえまだ。カッカには傷一つつけさせない。この人は俺たちの教会を支援してくれている。イリア教を必ず元通りに戻すと約束してくれた。この人についていけば俺たちは。目を覚ませ、シャノン。お前は神の意志を見失っている。そんなことはない。安住の地を取り戻すため俺は。ふん、票がそがれた。元よりこんな連中に用はない。行くぞ、シャノン。一刻も早く魔人の力を手に入れねば。カッカ、ハ、ギョイ。体の一部、そんなものを解放されたら大変なことになる。何としても兄さんの野望を止めなければ。そうですね、あの男さえ止めればシャノンもきっと。追いついた。待つんだ、レオニード兄さん。貴様か。まだ付きまとってくるとは愚かな。魔人を解き放つ前に飛ばしてやるから覚悟しやがれ。おりゃ。覚悟するのはお前たちの方だ。一戦即滅。ふっ。閣下を撃たせはしない。全てはあの日の暮らしを取り戻すため。兵どもよ、こいつらを生かして返すな。こうなったらこっちも全力だよ。やったー。みんな陣を組め、迎え撃つぞ。あさましい。まるで無力なハムシが群れるかのごとく。まとめて相当してやる。来い、我が契約竜マーズよ。いけない、こいつ味方もろとも蹴散らす気。でも炎竜ごときの炎なら私の身で受け止めて。できるか小娘。うおとは人聞きの悪い。俺はこいつと契約した上で望みを叶えてやったのさ。世界最強の火竜になりたいという望みを大量の魔導管を通すことによってな。ドラゴンを錬金術の実験台に。あんたドラゴンを何だと思ってるのよ。さあ、人間の英知を注ぎ込んだ神聖ドラゴンの炎を受けよう。マナキャリバー装填、魔導定山により龍炎臨界点を突破、連鎖解放。吹き飛べ虫キャラども。
アルケミックエクスプロード。こんなのいくらなんでも無理よ。逃げてみんな。たわいない。言ったろうシャノン、お前の死に場所はここではないと。ふさわしい最後を用意してやったぞ。よく敵を引きつけたな。その功績を称えて、せめて教会は守ってやろう。みんな大丈夫か？しっかりしろ。立てるか？はい。ムムのおかげでどうにか助かったようです。少しは奴の炎を弱められたようね。でもごめんなさい、ダーリン。私があの炎を一手に引き受けてさえいれば。こいつまだ生きてやがったのか。離れてください、王子。いや、この様子じゃ何もできないよ。シャノン、大丈夫か？何？貴様。たとえどんな立場だろうが、テキスを追った人を放っておくなんてできない。さあ、捕まって。ほら、この方に。やめろ。俺に気安く触れるな。この体つき、まさか君。女で悪かったな。いや、ごめん。自分のことを俺なんて言うから、てっきり。クラウ、とりあえず治療を頼む。君とエルフィルスは一体？二人のやりとりを聞く限り、ただの敵同士とは思えない。昔に何か。殿下、私から。いや、俺が話す。命を救われた。せめてもの礼代わりだ。俺はかつて行くあてのない子供だった。宇陀町に救い暮らしていた。そこをエルフィリスに救われた。連れて行かれたのはイリア教会。毎日食うや食わずで生活をしていた俺にとって、そこは楽園だった。俺は教会で人の愛を知った。そして誓ったんだ。ここを守るためなら何でもする。不幸な子らが二度と生まれないように。それがどうしてアサシンなんかに。楽園を壊そうとする奴らが現れたからだ。しかも内部からな。魔人はイリアの子。新たに示された教義に従わない連中が出始めた。煉獄文書ですか？そうだ。司教様が魔人をも愛せと宣告されたのに、なぜ認めない？なぜ教会を割る？俺は決めた。かつて裏町で磨いた技で楽園を壊す者たちを裁くと。悔い改めない者は罰し、過ちを認めた者は受け入れる。そうすれば教会はまた一つに戻る。あるいはエルフィリスも。シャノン。だから俺は離反者を認めない。それに組みするお前たちも。
語ることはこれで全てだ。レオニード閣下のところへ戻らねば。シャノン、お前、命を奪われかけてもまだ。どうせ生きていても帰る場所がないなら死んだも同じ。ならばせめて散って逃げとなろう。後の子らが迷わぬように。シャノンか。あいつもあいつなりに戦う理由があるんだな。だがあのままレオニードの元にいたら遠からず犠牲に。殿下。ああ、何としても改心させなきゃな。自分の過ちに気づかせないと。第一位王子レオニード、王族には味方もいると思っていたのだが、殿下以外に信じられる人はいないのか。もしや周りはもう全て帝国側に。かもしれませんね。でも絶望するのは早いです。全てが帝国側でも全てが敵とは限りませんから。帝国側でも敵ではない？どういう意味だ？今は帝国についていても心はアルベリア側の人もいるかもしれないということです。国とは家族のようなもの。引き裂かれても思ってくれている人がどこかに。お役目ご苦労様です。パティア様。うむ、ご苦労。おかげでロッカ反乱軍の攻撃を退けることができました。我が軍が優勢です。うん、引き続き任に当たれ。私は団長のところに戻る。どうした、パティア。随分と怒り心頭のようだが。いつまで帝国の言いなりになる気ですか。私たちは白煙騎士団ですよ。アルベリア王家から独立権限を与えられた崇高な騎士団。一つ、白煙騎士団はいかなる制約も受けない。たとえ国家の命に反しようとも。それがどうしてあんな奴らに従わなきゃいけないんですか。それが崇正だ。何が崇正ですか。わかりません。提言があります、団長。こうなったらゼシア様相手に一戦交えましょう。正気をなくしたゼシア様に一矢報いて散るなら本望。団長、ご決断を。わかった。では決断しよう。私たちは王都を離れる。そろそろ機を探ろう。え、王都を離れるって戦うんじゃないんですか。どうして。ゼシア様に情があるから。それとも臆病風に吹かれたから。団長。どちらも違う、パティア。白煙は雪で帰る。すなわち王都を離れるのは再びドラゴンを連れ帰るためだ。ドラゴンって。帝国の者は勘違いしている。王都を制圧したからアルベリアを倒したと。しかしアルベリアの中心は王都ではない。王都じゃないって
じゃあどこなんです？アルベリアの中心は竜の血だ。全ての都市が滅びても竜の血が続く限り不滅。反旗を翻した者には次の王が必ず逆襲する。必ずだ。その逆襲の手助けをするため我々はここに残る必要があったのだ。じゃあ今までは？そう、情報を集めていた。帝国がどのような組織なのか。だがもう十分。休めていた翼を広げる時が来たようだ。さすがは団長、そんな深い考えがあったなんて。でも少し不服です。何がだ？すぐ戦わないことがか？いいえ、私に黙ってたことです。どうして教えてくれなかったんですか？教えてもお前はできないだろう。じっと待って情報収集など。ジレってすぐに王都を飛び出すに決まってる。ググ、そんなのわからないじゃないですか。わかる、部下だからな。さて、そうと決まればどこへ向かうべきか。反帝国で団結するにはまずどこへ？殿下のところか。いや、あるいは。団長、団長、ご報告が。どうした？団長宛に手紙です。招待状のようですが。この戦時下に招待状？まさか。この渦巻く正気、間違いない。この地こそ魔人の一部が眠る場所。俺が解放の儀式を終えるまで守れ、シャノン。はっ、閣下、この命に変えても。やめろ兄さん。シャノン、そこをどくんだ。おいシャロン、てめえ自分が何してるのか分かってんのか？無論だ。閣下を守りきれば俺の役目は終わる。たとえ魔人がばっこするようになろうが、イリア教会を守れるなら本も。これも未来の子らのため。どけシャロン。どうしてもどかないというのなら、私はこの槍でお前を撃つ。イリアの使徒として。どちらも神の使徒。二つの理想が一つになることはないようだな。ならば片方が消えるまで決着をつけよう。エルフィリス、俺たちの因縁に。ここまで行っても剣を引いてはくれないのか。これも運命だというのか。今までの全てはこの日のためだったと。今までの全て。そうだ、数年前私は街をさまよっていた幼いお前を助けた。あらゆる子は神に祝福されている。あらゆる命は幸せになるべき。そう信じていたからこそ私はお前を迎え入れた、家族同然に。忘れたわけではあるまい。共に過ごしたいくつもの季節を。なあエルフィリス、俺本当に出ていかなくていいのか？ずっとここにいていいの？迷惑なんじゃ。迷惑なんてことはない、シャノン。
出ていくって、外は雪だぞ。もう寒い思いをすることはないんだ。これから先、ずっとな。一緒に暮らした、あの時間は、すべて今日のためだったのか。あれほど救いたいと願った尊い命、それをこの手で撃てなどと、何が楽園だ。これが地獄でなくて何だというのだ。こんな思いまでして魔人を蘇らせて何になる。エルフィリス、時代が悪かったんだ。殺し合うために出会ったわけじゃない。しかし、そうしなければ教会を元に戻せないなら、私をも殺すのか、できるのか、シャノン。やらなければならない。許せ、エルフィリス。すべては次の子供たちのため。そんなのまやかしだよ、シャノン。君のやり方じゃ子供たちは救えない。確かに魔人復活の手助けをすれば教会は元に戻せるかもしれない。でもこの世ならざる者、魔人の支配する世界は戦乱の世だ。教会がいくら子供たちを助けても、行き場のない子は次々生まれる。それが君の望む世界なのか。自分の大切な場所がなくなったと認めるのは辛いことかもしれない。でも認めなきゃ新しく築き直すことだってできはしないよ。シャノン、君はこのまままやかしの楽園を追い続けるのか、それとも。俺はもう少しだ、シャノン。もう少しそいつらを足止めしておけ。眠りし者は間もなく蘇る。魔人の力がついにこの手に。シャノン、お前の望みは魔人の支配する血も涙もない非常な世界か、それとも人々が互いを慈しみ手をつなぎ合う優しい世界か。私との日々を、最初に手を握った時のぬくもりを思い出せ。心で考えろ。命がけで次の子らに残すべきものは何だ、シャノン。俺はシャノン、貴様。分かっていた。こんな奴に従っても報われないと。それでも信じていたかった。楽園は失われていないと。俺にとって全てだった教会はもうないんだ。痛みからもう逃げやしない。あの場所をもう一度作り直すために。ふん、主の手を噛むとは愚かな。だがもう遅い。儀式は終わった。魔人の力は解放される。何これは。邪悪な気配が消えた。いや、飛び去ったのか。そう見えました。流星のように廃道を抜けて。魔人の体の一部が飛び立ったのだ、本体のところにな。
本体だと。そう、ゼシアだ。解放した一つはもともと奴の体の一部、解き放てば元に戻る。自分の体を一つ一つ取り戻しているのだ。そうか、ゼシアを乗っ取った魔人は少しずつ蘇生を。だがあんなものはすでに力を放出しきった残骸、元より用はない。むしろ真の価値は残された方にある。聖変に封じ込められたまった膨大なマナ。世界の覇権は今こそドラゴンから人の手に移るのだ。常人ならば取り込むことはできまい。だが竜の血の恵みを最大に受けたこの俺の体なら、何これは。あの汚れたマナを取り入れたのですか。この世ならざる力を克服し、俺は誰も歩めなかった波動を突き進む。リアネル皇帝をも上回る絶対的な覇王の誕生だ。何この光。まずい、みんな身を守れ。やはり異世界の力は一味も二味も違う。そして同時に無休の川も放たれたようだな。この方向はどこかで聞いたことがある。確かこれは、あ、マンティコアですか。マンティコアって、あのライオンみたいなやつ。ああ、最初に霧の森で戦った魔獣、そして封印遺跡でも。この世ならざる力の結晶ってわけね。しかもこの遠吠え、相当な大物よ。戦えばただじゃ済まないわ。ねえレオニード、あんたばっかじゃないの。力を手に入れたとか調子こいてるけど、あんなの解き放ったらあんたも大怪我するわ。なんなの、ド M なわけ。ふん、何が起きようが俺には関係ない。なぜならこの力があるからな。この光は、あの技か。かつて皇帝が使ってたどっかへ消える術。空間転移、時空を歪めれば移動も思いのままよ。てめえ逃げる気か。そうはさせねえぜ、一斉走者。おりゃー。何、矢が消滅しただと。少し行使しただけでこれか。面白い。だが貴様らの始末はマンティコアに任せておけば十分よ。廃道の入り口で待つとしよう。貴様らがマンティコアの餌食になるのを。ああ、待ちやがれ。チキショー、なんてやつだ。どうします王子、どうにかマンティコアに見つからないように。いや、放っておいて。万が一マンティコアが外に出たら大変だ。
無休の川、世界の傷口が開いたならその流れを止めないと。まさか戦うのですか、マンティコアと。ああ、どんな強力な魔獣でも倒さなければレオニード兄さんを止めるなんてできるはずがない。みんな力を貸してくれ、マンティコアを倒し兄さんを追う。そろそろ決着がつく頃か。鮮血に染まった勝利の雄たけび。命運尽きたようだな。第七異王子、伏流契約者といえど不死身ではない。無休の川に沈んだか。お待ちください閣下、向こうから歩いてくるあの影は。俺たちは負けない、絶対に。大丈夫かシャノン。ああ、せっかく救われた命だ、無駄にはしないさ。やはり貴様らは俺自ら葬るしかないようだな。おい、やべえぞ今の俺たちだ。こいつと戦える余力は。下がれ、ここは俺が。お前とエルフィリス、恩人二人を守っていくなら悪くない。レオニード、やるなら俺を。そうはさせない、お前こそ下がれシャノン。どけエルフィリス。ようやく取り戻した家族を犠牲にして生き残るなどイリアの教えに反する。ここは聖騎士として私が盾となる。たとえこの身を焼かれようとも。くだらん茶番だ。誰が盾になろうが結果は同じよ。全員根こそぎ焼け死ぬのみ。かばい合いなど何の役にも立たん。全くよね、人間ってどうしてこうも自己犠牲が好きなのかしら。誰かを守って自分は死ぬ、その繰り返し。学習しないにも程があるわ。え、ムムって、おい、お前どっちの味方だよ。敵味方の問題じゃないわ。死んでも構わないなんてただのお涙ちょうだいだって言ってるの。本当の相手のはね、誰かを守って自分も生き残る、そういうことよ。ほう、炎竜の炎を防げる奴がいるとでも。いるわ、たった一人、この私がね。笑わせるな小娘、先ほどマーズの炎から尻尾を巻いて逃げたのは誰だ。確かにさっきは逃げた。でも誰かさんが私の意地に火をつけたのよ。自分を殺しに来た暗殺者のすさんだ心を本気で救ったおめでたい女がね。ムム、見てなさいエルフィリス、本物の愛を。私は死なないわ。愛するダーリンを守り、ついでにあんたも守ってあげる。ふん、そのザレ言もろとも焼き払ってくれる。来いマーズ。哀れねマーズ、あんたはかつて誰もが嫉妬するほど強い狩人だった。でも野心に負けて心を売り渡し、契約者のクグツとなり果てた。本物の契約はそんなもんじゃないわ。偽りの愛じゃ最強にはなれない。来なさい、そんな作り物の炎に私の愛は。うわあ！
死ね、お娘。燃え散ったか、マーズの炎は全てを。笑わせてくれるわ。全てを何ですって。姿はたっぷり炎のマナをくれたおかげで思わず進化しちゃったわ。どんな敵も一瞬で灰に変えるスーパーブブちゃんね。一時的にだけど。バカな、百の王国を滅ぼした炎竜の炎を取り込んだだと。百の王国、ふざけんじゃないわ。こっちはその3倍、300年越しの恋を追いかけてんの。さあ、今度は私の番よ。恋する火竜がどんなに熱いか思い知りなさい。必殺熱愛300万パワー、アルティメットこしゃくな。この俺をわずかでも引き下がらせるとは。意外と元気じゃない。やるわね。ふん、魔人の力を手に入れた今、こんな小競り合いに明け暮れる必要はない。おい、覚えておけ。これから世界は変革の時を迎える。古き力にすがる者に波動を歩むことはできん。伏流と共に散るがいい。やっと言ったわね。それじゃあ、えっと、ダーリンの命を手土産になんて誰がさせるもんですか。お疲れ様、守ってくれてありがとう、ムム。いやー、こんなの当たり前でしょ。私とダーリンの仲なんだし。ポンコツマーズから火の花をたくさんもらっちゃったわ。城に帰ったら火の流国碑でも建てましょう。私たちの愛の証ってことで。なんというやつだ。やられるどころか逆にちゃっかりしているな、ムムは。よし、じゃあ城へ戻ろう。シャノン、君も。いや、俺はいけない。たくさんの過ちを犯してしまったからな。これからは一人、己を罰するために自戒の旅を。そんな、シャノン、また元のように暮らせると思ったのに。許せ、安らぎを求めるなど俺には決して。なあシャノン、その一人旅が本当に償いになるのか。正常には多くの民が救いを求めてやってくる。迷える人や子供たちが本当に償いたいなら、
その人々のために君の力を役立てるべきじゃないのか。しかし確かに君は道を間違えたかもしれない。でもその間違いの中で掴んだもの全てが嘘じゃない。その力だってたくさんの悲しみを知った君にしかできないことがきっとある。だから力を貸してくれ。民のため、未来のため、そしてみんなが笑える国にしたいっていう俺の夢のために。みんなが笑える国。なるほど、この懐の大きさ、エルフィリスがお前に従う理由がわかる気がする。汚れてしまったこの剣と心、それでも受け入れるというのなら恥を忍んで身を寄せよう、リベリアスプリンス。もとより敗軍の兵に自由などない。シャノン、では仲間などとは考えないでくれ。絆を語るには俺はあまりに人の闇を見すぎた。ただ無心に罪を償おう。一度死んだ身として。第七幼児か。王族にあんな奴がいたとは。だが天に輝く星は一つ。何者だろうが歯向かう奴は落とすのみよ。それより気にかかるのはもう一人の思惑だ。巫女の体を借りし者、一つを取り戻し、次はどう動くゼシア。いや、魔人モルトメサイヤ。お体の具合はどうですか、皇帝陛下。巫女の体も馴染んできた。我が身もある程度は回収できたしな。これであとは最大の一つを残すのみか。だがもうしばらくは静観するとしよう。さて、王族最後の一人、あの姫はどう動く。